セバスティアン・バルタ・ケールは西ドイツヘッセン州古田出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。元ドイツ代表。ルディ・フェラー元ドイツ代表監督がダイヤモンドの原石投票した選手。基本ポジションはボランチでセンターバックや代表では時にミヒャエル・バラックの代わりにトップ下に入ることもあった。 1980年、ヘッセン州のフルダに生まれ、16歳の時に、当時2部に所属していたハノーファー96に加入。1998年8月10日のアルミニア、ビーレフェルト戦で、トップチームでデビューした。在籍期間中に32試合に出場すると、SC フライブルクの当時の指揮官である、フォルカー・フィンケが、この活躍に目をつけ、フライブルクに移籍した。 移籍初年度であり一部初挑戦にもなった2000から01シーズンは主にリベロのポジションで起用され25試合に出場。チームは6位でシーズンを終え UEFA カップ出場権を獲得し大きな驚きを与えた。翌2001から02シーズンも好調なパフォーマンスを続けるとシーズン途中にボルシアドルトムントへ移籍。フライブルクは移籍前は13位に位置していたものの 彼の放出以後は3勝しか上げることができず2部に降格した。移籍後はほとんどの試合に出場し UEFA カップ決勝こそフェーノールトに敗れたもののリーグにおいては自身初となるブンデスリーガ優勝を経験した。なお、この移籍は彼のキャリアにとっては成功と言えるが実は2001年夏にバイエルミュンヘンとの契約が 基本合意に至っていた背景もあり、遺跡そのものは物議を醸した。2002から03シーズンは、リーグ戦で24戦に出場し、チャンピオンズリーグの2次、グループリーグ進出にも全試合に出場し貢献した。しかしチームは、国内と欧州カップの両立に苦しみ、バイエルンに勝ち点差17をつけられ3位でシーズンを終えた。翌年もチームの調子は上向かず6位でシーズンを終え、 チャンピオンズリーグ出場権を逃した。2004から05シーズン、現在にわたり務めている、守備的ミッドフィールダーのポジションを獲得。ドルトムントは、財政難に陥り注意に沈んだが、自身は2005から06シーズンにかけて60試合以上に、先発し、自国開催となる FIFA ワールドカップのメンバーに、選出された。そのように順調なキャリアを刻んでいたケールであったが、 ワールドカップ明けの2006から07シーズン序盤のバイエルン戦でハサン・サリハミジッチと接触し左膝を負傷。6試合の出場にとどまり、チームも9位に終わった。この負傷の影響はその後も続き、翌年も14試合の出場に終わるなど調子を取り戻せずにいた。そんな中2008年に新たに監督に就任したユルゲンクロップはケールをキャプテンに任命する。 しかし久々にリーグを制覇した2010から11シーズンでは22歳の新鋭スベンベンダーとトルコ代表ヌリ・シャヒンの2人がセントラルミッドフィールダーのポジションで大きな活躍を見せケールは6試合の出場に終わる迎えた2011から12シーズンシャヒンがレアル・マドリードに移籍したことで再びポジションが空きケールは27試合に出場しチームの2連覇を支えた 2014年3月23日、2014から15、シーズン終了後に現役を引退することを表明した。現役引退後は、UEFA の監督要請講座を受講して、A 級ライセンスを取得、以後は、国内の第二ドイツテレビのサッカー解説者として、活躍していた。2018年4月に、ドルトムントのチームマネージャーに、就任、3年ぶりのフルス復帰となった。 2001年のスロバキア戦で代表デビューし、準優勝した 2002FIFA ワールドカップや3位、入賞した 2006FIFA ワールドカップにも出場している。ありがとうございます。